主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は怪獣特集でお送りします、うん、はい。怪獣いろいろね、はい、うん、もう子供の頃からいっぱい思い出しますけど、はい、うん、やっぱりちょっとメールもたくさんいただいてるんですけども、そうですね、はい、じゃあ僕の方からちょっと紹介します、はい、グッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。グッキーさん、あの先週の三日月と猫のついても少しコメントを、はい、いただいているので、そこからちょっと紹介していきます。村井主任、マコリーヌさん、こんばんは。こんばんは。先週は三日月と猫だったんですね。そうでした。見逃して参加し損ねましたということで、あ、告知を見逃しちゃったってことか。そうなんです。で、福耳ラジオで映画紹介があり、慌ててコミックを買い始めたのですが、2巻3巻はすぐゲットできましたが、1巻はかなり探し回りなんとかゲット。おー、よかった。そして4巻はネットで調べてもどこも在庫がなく諦めかけていた頃、福耳で長崎書店の話を聞き、書店員さんに尋ねたところ、バックヤードから出してくださって無事コンプリートできました。これからゆっくり読みますということで、これぞ本屋さんで買う醍醐味っていうか。そうですよ ね、 ね、映画もご覧になったのかな。そうですよね。わざわざあのポッドキャストでも、うん、先週の特集聞けますので、はい、うん、あ、そうですよね。ぜひぜひ Spotify とか、はい、いろいろ探して、うん、漫画研究室で Apple Podcast とかもありますので、はい、はい、さて怪獣ですねということで、続けて怪獣のことをいただいてるんですけども、はい、子供の頃からゴジラやガメラなどの映画を見ていました。ほとんどの怪獣は人類の脅威となるため、ウルトラマンなどスーパーヒーローに対峙されてきました、うん、がゴジラ、ガメラ、キングコング、モスラなど、人類と共存するためか脅威と戦ってくれる優しい怪獣たちもいます、はい、自らも傷つきながらこの星を守ってくれる怪獣たちに感動することも何度も体験してきました、うん、ハリウッド映画ではひたすら脅威と描かれていますけども、うん、捉え方がね、そうですね、モンスターですから ね、 あのね、はい、怪獣かモンスターなんですよ、うん、好きな映画だと三大怪獣地球最大の決戦ですかね、とにかくゴジラがかっこいいんです。キングギドラを倒すためにモスラ、ラドンと共闘するゴジラ、最高に好きな作品です。そう、キングギドラをね、みんなで倒すやつ、これね、あのちょっと漫画チックな表現になった頃のゴジラなんで、なんだろう、もうちょっと硬派なゴジラが好きな人は、うん、この辺のはちょっとこう、あ、子供っぽくて、そこ分かれるかもしれないですね、うん、子供っぽいっていう人いるんですけど、僕もね、この頃のゴジラすごい目が大きいんですよね。あ、顔が大きいというか、あのバランスも少し漫画チックになってリフォルメされるんですけど、うん、でも、はい、この頃のゴジラすごい好きです、僕も、うん、いやゴジラもね、シリーズいろいろありますからね、うん、はい、そしてこちらショコラテリーヌさんからも三日月と猫いただいてまして、はい、マコリーヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。三日月と猫、せかせかしないでゆっくり普通の愛おしさ、熊本地震の後そう思いました、うん、というのを書いてくださってました、はい、やっぱり反応良かったです、三日月と猫ね、うん、沖縄は6月29日から上映が始まるということでしたので、はい、ぜひ沖縄リスナーの方も劇場お出かけぜひいただきたいですね、うん、ぜひ見てください、漫画も合わせて、はい、そして今週は怪獣、うん、怪獣8号毎週見てますと。おお、怪獣大国となった日本、本獣、余獣、そして自衛隊、うん、主人公が怪獣になってしまうなんて、ウルトラマンになっちゃうの逆？逆、うん、逆パターンですね。確かにね、逆パターンですね、うん、かと思いつつ、怪獣の適性とかこれからどうなるのか楽しみですと、はい、怪獣8号も人気ありますね、やっぱりね。ショコラテリーヌさん本当にね、その新作を必ずちゃんと見てるっていうところがね、素晴らしい、いつもいつも、はい、素晴らしいです。そしてゴジラマイナスワンも映画でも配信でも見ましたと、はい、やっぱあのラストシーンが続々、うん、あのねゴジラのこう、ね、底力、底知れない力をやっぱり感じるところですよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ゴジラマイナスワンは、ベホミさんからもいただいてます、はい、今回は怪獣特集だそうで、アマプラでゴジラマイナスワン配信されたのに合わせて、これまでのゴジラシリーズが見放題配信されているので改めて鑑賞してますと、うん、振り返っていらっしゃるんですね。
マイナスワンでのゴジラ海上での戦闘シーン、顔だけ海面から出してジョーズみたいにあの船に迫ってくるシーンがあったかと思うと、上半身を海面から出してあのタカオっていうね、はい、に戦う襲うシーンがあったりと、同じ海域での戦闘でのゴジラが海に浸かってる部分はどんな動きをしてるんだろうと思ってしまいました。やっぱ上半身浮かしてるシーンでは海の中で足をバタバタさせながら浮かしてるのかなと思ったんですが、どうなんですかねっていうことで、そうですね、そうですね、あの辺はねどう考えるかですね。足ついてる説っていうのね足ついてる説ねそこだけ浅いって、そんな浅いところとないと思うんですけどね、分かんないですけど、はい、でもねそう下あの顔だけ出してあの追っかけてくるシーンはね、あ本当名シーンですよ。あそこめちゃくちゃかっこいいですよね、はい、福田さんありがとうございます。ありがとうございます。怪獣、自分たちの世代はやっぱりウルトラ怪獣に突き当たりますねということで、やっぱ幼少期ブラウン管で暴れ回る怪獣によってウルトラマンたちがピンチになる、はい、地球が終わっちゃうっていうね、柱の陰に隠れて子供の頃ね、うん、なんか怖かったですよ、ヒューマのお姉ちゃんみたいに応援してましたわかる、この世代を選ぶ例えそう、基本的に怖がらせようと思って作られていたものだと思いますけども、うん、怖かったですよね。また画面が暗かったんで余計に怖かったような気がするんですけど、ね、いや怖かったですやっぱりすごく、うん、で自分の、興味はヒーロー中心でしたが、友達や近所の幼なじみはおもちゃ箱にブルマークの怪獣ソフビを何個も入れてました。懐かしい、懐かしいわな、怪獣ソフビ、あれ、ね、ソフビありましたね。ソフビはいろいろ他にも今もね売ってるんですよ、うん、ソフビって今も新しいやつ出て売ってるんですけど、はい、あれね多分昔のやつの方が多分良くなかったと思うんですけど、匂いがね、うん、確かにあのビニールのそうビニールの結構強めの匂いだった、確かに確かに、そうあの匂いを一緒に思い出すんですけどね、思い出しますね、うん、確かにね、ソフビ懐かしいな、はい、この怪獣って一体いつから言い出したんだっていうのがあるんですけど、怪獣の始めってどの辺なんですか。あのどうやらあの元々の言葉のルーツ自体は中国にあるみたいですね。仙外経という、経というのはお経の経ですね、はい、経という字を書くんですけど、山海経と書いて仙外経っていう本があるらしく、うんはい、まあそれがあの秦の時代とか漢の時代とか、そんな古くからの中に、はいまあ、妖怪とかと一緒に出てくる怪獣という、まあ、言葉が出てくるらしいんですけども、うん、まあとは言ってもなんと言ってもゴジラが発祥というか、うん、あれを怪獣映画っていう風に呼び出してからがもう完全に怪獣って僕は小さい時に言い出したのなんですね。怪獣なんですよ。だからさっきもハリウッドのところでちょっと言っちゃいましたけど、うん、やっぱアメリカで作られる時はやっぱモンスターっていう感じなんですよね、うんまあ、もちろん怪獣って言葉の劇中でも使ったり、はい、そのリスペクトはすごく感じるんですけども、ただね形がねそうかそう、ゴジラマイナスワンの時僕もちょっと前も言ったような気がするんですけど、はい、僕肩があるともう怪獣じゃ見えなくなっちゃうんですよ。で今回のマイナスワンも肩があるゴジラ に、ねうん、だけど肩があるんだけど今回のはすごい怪獣っぽくてかっこよかったっていうね、うんうん、どうしても肩作っちゃうと人じゃんみたいななっちゃうんですけど、ね、なんかそういうちっちゃい時から怪獣見てる人たちは、まあ、ゴジラもちょっと違和感がね、そうゴジラもだから何代目のゴジラが好きとかってね、あのゴジラ好きが集まると言いますけどね、どのゴジラが好き、あ主任はどのゴジラが好きなんですか。僕だからさっきの三大怪獣のあの後半の、はい、いわゆるあの後半って言っても 最新の、うん新しいゴジラシリーズじゃない前のゴジラシリーズでもモスゴジが一番好きって、モスラ対ゴジラの時のゴジラが一番好きって人多く、モスゴジはやっぱりバランスっていうか、うんまあ、初代が一番かっこいいと思ってるんですけど形としては、うんうん、なんてね終わんないですよね、ゴジラ好きが集まるとねその話になりますけど、それでねそう天然嫁のあなたが心配さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。天然嫁のあなたが心配さんは、昭和ウルトラシリーズの DVD を全てコンプリートしている、すごい素晴らしい、
これはね、コンプリートってかなりありますよね。かなりありますよ。だって一つのウルトラマンで何枚あるんだろう。そうですよね。って思っちゃいますけど、でね、メールをせずにはいられませんでしたということで、はい、メールいただいてるんですけども、ありがとうございます。ウルトラマンはちょうど私保育園の時が帰ってきたウルトラマン、うんうん、あのウルトラマン太郎だ、太郎、太郎がちょうど保育園の時で、太郎、ね、保育園に来たんですよ太郎。あ、そんな話前もね、そう、前もしたことあるけど、いましたね、はい、それすごいですよね。そうだから、それはもう強烈に覚えてますね、うん、太郎はね、僕ケンタロウじゃないですか。だから、ああそうか、そうだから、あの頃下になんとか太郎とか太郎ついてた男の子たちはね、みんな嬉しかったと思う。そうですよね、うんうん、怪獣もダダとか、そうそうそう、ウルトラマン太郎の時の怪獣なかなか独特だからな、結構カネゴンとかね、もうね、ウルトラ Q まで遡っちゃうと、もういっぱいいろんな怪獣がいますよね、出てきますけど、で怪獣が本当にお好きなようで、はい、本当に魅力的な存在ですよねと。怪獣がいるからこそウルトラマンが輝くと、うん、そして個性ある怪獣たちそのものも輝く、実に素晴らしいです。怪獣ちょっと可愛かったりもするんですよね。そうですね、あのこれね、まあ、今も戦隊ものもあってるし、ライダーもシリーズ続いてるんですけど、はい、まあ、だから今もやってることではあるんですけど、うん、これ毎週ですよ、毎週怪獣のデザイン新しいやつ、すごいよね考えたら、毎週毎週1回しか出てこないんですから、うん、それをどん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 毎週作り続けて、壊したりしてね、うん、燃やしたりね、火ついたりもするし、うん、いやそう、信じらんないんだよな、デザインし続けたってのは本当にすごいなと思いますけど、うん、でウルトラシリーズの数ある怪獣たちどれも素晴らしいんですが、個人的に大好きなのは帰ってきたウルトラマンに出てきたグドンとツインテールと、お互いに捕食するもの、うん、されるものでセットで出てきました。特にツインテールのデザインが秀逸ですよねという画像を添付してあるんですけど、あのこう反り返ったやつですね、ここに、はい、下に顔があって尻尾がこう立って、尻尾っていうか体がこう立ってて、うん、こう上にあるというやつなんですけども、ちなみに現在ウルトラシリーズではガチャガチャでアルティメットルミナスというウルトラマンや怪獣たちの目やカラータイマーが光る商品が展開している。ほう、これは完全に大人を狙っていますね。それのちょっと豪華版がありまして、なんとエレキングの角が回って口が光ります。そして付属のピット精神と宇宙船のスイッチを押せばエレキングが泣いたり、ウルトラセブンの歌が流れますと、かっこ笑いこれあの動画の容量が重くてメールに添付できなかったんで、ハッシュタグバガ研究室で X にエレキングの動画もポストしますという、ありがとうございますので、皆さんチェックしましょう、チェックしましょう、はい、ではここで一曲、ショコラテリーヌさんからリクエストをいただいています。アニメゴジラシングラポイントのエンディングでした。ポルカドットスティングレイで青い、かっこいい。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は怪獣特集ということでお届けしております、はい、たくさんねメールもいただいて、うん、先ほどはゴジラシングラポイント、はい、ね、あのリクエストでエンディングっていうのがいいですね。エンディングっていうのがね素晴らしい、はい、シングラポイントはねこのラジオで特集をして、はい、あのお送りしたことがあるので、僕当時ハマって大好きだったやつですね、うん、まあ、いろんな怪獣もね、そう出てくるし、 SF のあそうオマージュもたくさんありましたし、ね、ラドンとかね、うんうん、で超 SF の設定だったんで、まあ、主人公とか、まあ、登場人物が説明するんだけども、何言ってるか分かんないんだけど、はい、ワクワクするっていう、うんうん、はい、あの好きな好きなジャンルシリーズというか、僕は大好きでした ね、シングラポイント今も多分サブスクで見れると思うので、ネットフリーとかで見れるのかな、うん、はい、ぜひ、はい、いいっすよ。で、まさふみさんありがとうございま す、村井主任マコリヌさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。昨年放送されとても笑わせてもらったテレビアニメ、はい、チビゴジラの逆襲が今年も帰ってきました。あ、チビゴジラ可愛いですよね。そうですね、あの私あの4コマがチビゴジラの4コマが好きです。チビゴジラ、チビメカゴジラ、チビモスラなど、はい、新キャラクターと新キャラを加え、うん、さらにパワーアップした新シリーズを見るのが1週間の楽しみです。
YouTube で配信しているので、はい、興味のある方はぜひご覧になってください。そうですね、 YouTube 無料配信されてるからですね、うん、はい。このチビゴジラとかこういう、こうディフォルメしてスーパーディフォルメっていう、あのちっちゃく頭身をするっていうのがね、うん、あの80年代ぐらいから流行った方法ですが、はい、ゴジラだからディフォルメされたゴジラっていうとね、ちょっと前に特集しましたけど、鳥山明、はい、先生の漫画の中によく登場していたのを、ね、出てきましたね、思い出しまして、そのディフォルメされたゴジラをよく真似して描いてましたね、はい、だからその描き方で今も落書きで描いちゃうぐらい、うんうん、チビゴジラの映画見に行くとね、東方形の、ね、東方形の必ず、はい、出てくるので、ね、可愛いって思います。少年の顔がね、可愛い、可愛い。と先ほどもメール紹介してると思うんですけど、グッキーさんもう一つ、はい、怪獣8号いただいていて、はい、あの以前番組で紹介されてからウェブで読んできましたということで、番組で紹介されてから読んでいただいたということで、お嬉しい、この春にアニメ化すると聞いたので楽しみにしていたところ、 BS テレ東で始まったのを最初の2話見逃してしまって、残念と思っていましたが、うん、RKK で一月遅れて始まったおかげで1話から、はい、見直し保存をしていますと。それは良かった日々のカフカの活躍と市川レノのギャグとも思える連携ということでね、うん、その辺もすごい楽しみで、9号との対決がどのようになるかとても楽しみですというふうに。怪獣8号はね、とにかく怪獣8号のデザインがめちゃくちゃかっこいい、うん、漫画もね、うん、すごくなんかこう絵になんていうの、うん、力がすごいあるし、はい、やっぱねこれ設定がね、うん、思いついた時がもうなんだろう、あやったと思ったんでしょうね、うん、設定がすごい面白い。あのさっきウルトラマンの逆って書いてあったけど、そうです、ね、ショコラテリーヌさんが、うん、なので怪獣になっちゃうだけどヒーローだっていうね、うん、ところでじゃあ怪獣ってそもそもなんだっていうようなところから、うん、まあまあ漫画今も、漫画も続いていますけども、アニメもねこのまま成功してどんどん劇場版とかね、多分ジャンプですからきっと広がっていくんだろうなと思います。いやジャンププラスすごいな。いやちょっとねそうで怪獣ってあのいろんなウルトラ怪獣とかゴジラとか、はい、たくさん今日も思い出の怪獣で、いろいろ教えていただきましたけど、ウルトラ Q から始まってウルトラマンシリーズ、ウルトラ Q って白黒ですよね。そうですね皆さんご存知でしょうか。再放送とかで見たりとか、僕もだから再放送なんですよね、うん、全部ウルトラマンもそうだしウルトラ Q もな、はい、昔ね夏休みになると早い時間に朝からやってましたよね。再放送やってたり、あとこれも再放送で見てると思うんですけど、僕はもう怪獣王子ですね。わからない、ね、検索するとね確かいつかあれなんだっけと思って、タイトルなんだっけ、怪獣ブーメランとかで検索したらすぐ出てくるんですけど、そうそれね主任前言ってたので私も検索した、はい、ハンググライダーみたいな感じでブーメランを投げる、あのブーメラン投げて布で飛ぶんですよ、はい、男の子が、うん、それがね子供の時めちゃくちゃ好きだったの。怪獣王子もありますけどね、好きな怪獣ねやっぱ自分が見てた、あ、はい、仮面ライダーになっちゃうなると怪人になっちゃうんで、あ、そうですね、そうなんですよ、シェーって獣じゃなくなっちゃうんですけど、はい、あの怪獣ってやっぱ1話しか出てこなかったから、こうやってあれが好きこれが好きっていう、そうだよね、うん、ぜひあの、まあ、何でも特撮とかでもいいの で、ね、ハッシュタグ漫画研究室 で好きな怪獣、はい、うん、つぶやいてください、つぶやいてください、お願いします。ここでお知らせなんですが、今月6月29日、はい、RKK では29日、 RBC iラジオでは7月4日がアニソン特集ということになっておりまして、ね、はい、早めにリクエストをね、うん、あのいただきたいということでお知らせです、はい、X でもポストしているんですが、まあ、夏で、まあ、あのスポーツ、うん、今いろいろ盛り上がっているというのもあるので、うん、スポーツアニメ関連のリクエストに限定をしてリクエストを、スラムダンク配信始まりましたからね、来ると思うなスラムダンクも、はい、始まりました、まあ、野球漫画、はい、まあ、テニス、うん、バレーボール、バスケット、いろいろあると思いますので、あなたのリクエストお待ちしています。メール、漫画@rkk.jp
jp 漫画アットマーク rkk.jp へお寄せください。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画アットマーク rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。